皆さんこんばんは。さっき新宿駅東口の目の前歩いていたら盛大にずっこけたんですけども、その後何事もなかったかのように普通に歩いていった元男の子の青木かのんです。噛まずに言えたでしょ。タイトルにもあるんですけども、 YouTube 活動について今回はお話をさせていただきます。皆さんもご存知かとは思うんですけども、私がこの YouTube 活動で一番お世話になって一番仲良くしていただいていると私は思ってるんですけども、元女子のキットチャンネルさんのメンバーエイトさんとカナタさんがいろいろありまして、動画を最近お互いに別々に公開されていたんですね。で、私はそのなんでこういう風になったかとか内容とか私全て知ってるわけでも何でもないので、ただいろいろと私も気づかされた部分がありました。結構ね、真面目っぽくなっちゃうんですよこの動画。真面目っぽくやらない方がいいか。じゃあとりあえず乾杯。もういただの飲んでます。先に、美味しい。やっぱ人間って価値観みんなそれぞれ育った環境によって違うじゃないですか。だから一つの物事に対して複数の人間が一緒にこうしようっていうのはうまくいくとは限らないと思うんですね。今回のこの動画は、キットチャンネルさんのこの動画とはまた全然関係ありません。関係ある話で言うと、キットチャンネルさんみたいにグループで活動してたことが実際に過去にあったんで、そこで私は結構な失敗をたくさんしてて、いろいろと遠回りしてしまったことがあったんで、もうこれからは近道をちゃんとできるように自分に言い聞かせるつもりで、今回私の過去のいろいろあったことを話していけたらなと思います。で、私普段ビール全然飲まないんですよ。ほろ酔いとかもうそんぐらいしか飲まないんですけども、やっぱりキットチャンネルさんって私にとってすっごい大事な存在で、キットさんがいなかったら YouTuber 専業できてないんですよ。ちょっとね、本題入る前にちょっとキットチャンネルさんのお話ししちゃってもいいですかね。初めて出会ったのが2017年の頃で、で、私も出会う前からキットさんのことは知っててですね。で、お互いチャンネル登録者1万人ぐらいで、ファン層は全然違えど、性別変えた系 YouTuber なんで意識はしてたんですよ。すごいこう、ね、なんだろう、パワフルにいろんなことをチャレンジして、企画力とかもう頭すごい切れるエイトさんと、編集とかカメラワーク抜群なカナタさんのタッグが、最初脅威だと思ったんですね。やっぱ YouTube って誰かしらこう意識する相手っていうか、仮想なライバルを作ったりとかして頑張るっていうのは結構大事なことだと思ってて、すっごい学ぶこともあって、キットさんがいなかったら私は本当に頑張れてないっていうか、もうあの時期私はもう YouTuber とかもやめて就職しようって思って、履歴書とかいろんなところに送ってたんですよ。エントリーシートとか3年間ぐらい YouTube やっても全然毎月1万円も入らない、食べれない状況だったから、もう諦めようってなってた時にお会いするタイミングがあって、すごい刺激受けて、もうちょっと踏ん張るぞって、そっから続けてって今に私は至るんですね。なのでお二人がそれぞれ別の形で動画を出してるのを見て、すごい複雑な気持ちでもありますし、すごい考えさせられました。本題です。私は皆さん意外と知らないかもしれないんですけども、グループをやってたことがあって、でそのグループっていうのはテレビのお仕事だったんですね。一時期ですね、レギュラー番組をやらさせていただいた時があって、元男の子の7人のメンバーが何かにチャレンジしたりと克服していったりするバラエティ番組なんですね。で、私はですね、全然うまく立ち振る舞いできなかったんです。ソロが向いてる人とか、グループの一員となった方が輝ける人って、それぞれいると思うんですけども、私は完全にソロ向きなんだろうなって思ってます。なんだろうな、他の人と一緒にこうして頑張って成し遂げようみたいのが全然うまくいかないんですよ。え、そしたらお前社会不適合者じゃねえか。本当にそう思ってて、バイトとかで言うならば、私コンビニとか居酒屋の中の店員とかホールスタッフとかやってたんですね。で、大体うまくいかなくてクビになったりとか、で逆にですね、一人で例えばやる仕事、営業職とか
お客さんに声かけて獲得して件数を上げていって、その件数を上げた分だけお給料いただけるっていう仕事を私はむしろね他の職員さんと比べて4倍ぐらい出してたんですよ。だから本当極端なんですよね。マニュアルとか、まあ、限られたそのスピード感の中でこうこうやりなさいっていう仕事と、一人で何かをやって成果を上げなきゃいけないっていう仕事、どっちかで言ったら私はもうこっちなんですよね。なのでそんな私がグループ活動するともう大体失敗します。そのさっき言った元男の子のバラエティ番組やった時だってツッコミに徹するのかボケに徹するのか、なんかお笑いみたいな、なんかキャラ作りをする方向に徹するのか、もう全然わからなくなりましてですね、挙句の果てに私が導き出した答えがおすましキャラです。全然見えないでしょ。当時の番組では本当にこうもうこういう感じのキャラだったんですよ。全然喋れなかったから周りも呆れて、もうかなんちゃんじゃあもういればいいよみたいな、なんかメンバーの人からも言われて、はあ、もう私何もできないみたいな。でなぜ私がこうなるかっていうと、なんかマルチタスクにできないんですよね。もう一つのことしかこうできないから、複数人になるとどうキャラを出していけばいいかわからなくなっちゃうんですよね。しかも最年少だったんですよ。これ関係あるのかわからないですけども、私野球部ずっといたから、なんか年上の人はもう絶対みたいな、もう服従するっていう、なんかそういう精神でもうとりあえず先輩を立てなきゃいけないみたいな感じだったから、立ち位置がわかんなくなってうまくいかなかったんですよね。多分共通点ある人いると思うんですよ。でもやっぱりグループ的なことを私もしたいんですよ。私はある方法を導き出しました。グループはグループでも私がいなきゃ何も始まらないグループを作る。え、それってグループじゃなくないみたいな。あの私去年の3月ぐらいに初めて歌を出させていただいたんですね。一見バンドスタイルではありますが、実はですね、その依頼をして来ていただいてるっていう、青木かのんが歌を歌うからそれを演奏しに来てくださいって言ってこう集まっていただいてるっていう感じのスタイルなんですよ。でバンドだったらもう本当に一心同体じゃないですか。みんなでお金を分け合って、じゃなくて今日はこの演奏お願いしますって言ってこうお金を払って、じゃあまた次もお願いしますねみたいな、まあ、どっちかというとビジネスライクチックな割り切りっていうスタイルで私は撮ってるんですけども、でもバンドなんですよ。意味わからないでしょ。そう、今の私の説明で言うと、あー何、じゃあカナちゃんバンド組んでないじゃんってなるんですけども、あのバンド組んでるんですよ。ただバンド組んでないの。やばい、いい感じのお酒回ってきた。横並びみたいな感じのグループを作っちゃうと私は絶対にうまくいかないんですよ。私のこの勝手なあのお願いでサポートみたいな感じの立ち位置にいていただいてるんですよ。でもバンドなんですよ。だってジャケットも出てますけど、こうやってね、みんなサポートだったら出ないんですよ。サポートは本当に例えばじゃあタレントのローラさんが今日はフジテレビの仕事に行きますって言って、でその時にメイクさんを依頼してメイクをしてもらうみたいな、携帯的に言うと私のところもそういう風に作ってるけども、私の中のあのバランス感覚を壊さないためにサポートっていう形でお願いしてるんですけども、バンドっていう難しい。でも多分私より皆さん頭いいから分かると思います。分かったでしょ。だからめちゃめちゃ変なんですよ。おかしいんですよ。でもそうすることでバランスよくうまくいくから、もう誰も大変な思いをさせないために私はそう言ってやって、なんとか今うまくいってます。そう、それが言いたかった。その22歳とか23歳の頃の私はどんどん自分の良さを潰していっちゃうっていうか、輝けなかったから、あ、輝けなかったことで導き、あちゃ、ん?なんだろう、ん?なんか酔っ払ってきた。今日なんかね、いつもと違う感じの感じですよね、これ。変顔やめろって言われるんですけどね、やっちゃうんですよね、恥ずかしいから。変顔やることで自分を保ってるんですよ。話を戻します。この数年間で私が、まあ、学ぶことができた、考え方がですね、木がありますよね。幹は青木かのんなんです。で木になっている花はメンバー、花は幹がなかったら咲くことができない、幹しかない木は枯れ木なら、お互いにバランスをとって一番いいポジションで力を発揮する立ち位置に自分たちからなっていくっていうこと。あんまり本当に何言ってるか分からなくなってきた
来ちゃったんですけども、なのでそうするためにはやる上でお互いこのリスペクトをねしなきゃいけないと思うんですよね。で私で言うと例えばじゃあメンバーのこのギタリストのあっくんとか、あっくんのリスペクトするところは例えばじゃあひげの生え方が綺麗だったりね、あのシュウくんとかだとなんか髪の毛がこうキノコの感じみたいな、私エリンギ好きなんで、あキノコいいじゃんみたいな。でヨノッチとかはまあいいやつっていう、今まで本当いろんな人に迷惑かけちゃったから次こそはと思って今活動してます。なんかもう本当酔っ払いのただのなんか独り言みたいになっちゃってるんですけども、私はこれからも皆さんに応援していただけるようになりたいので、日々こう微修正をねかけながら頑張っていきます。たまにはこういう酔っ払いトークもしつつやっていければいいかなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。やばいな、久しぶりにビール飲んだから本当に体勢がなくなって酔っ払っちゃいますね。またたまに、いろいろ考えたい時は飲もうかなみたいな。私が最後に言えるのは、人間は不完全だからこそ面白い。もしこの動画が少しでも良かったなと思っていただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、 あと TikTok もやってますのでそちらもお願いします。また次の動画でお会いしましょう。